アンフィフォープリコの吉田です。今日は、カールアイロンの巻き方をちょっとやっていきたいかなと思います。長さはだいたいミディアム、鎖骨よりちょっと下ぐらいの長さで、重ための A ラインっていうちょっとこう下の方が思ったボリュームが出るようなあの髪型なので、ちょっとそれに合わせた、巻きをやっていきたいと思います。じゃあどうぞ。いかがだったでしょうか。巻き髪は結構慣れてくると自分でもかなりいろんなパターンの巻きが作れると思うので、まあ、気分によって少しこう挑戦してみたりとか、時間があるときはやってみてください。説明欄の方に Twitter、Facebook、Instagram の URL を貼っているので、よかったらそちらも参考にしてください。ありがとうございました。